お笑いコンビ、平成のぶしこぶしの吉村崇、41、が4日、YouTube チャンネル、みちょぱ吉村のまぶまぶテレビ、にて超高級車、マクラーレンを公開した。みちょぱに自慢、のぶこぶ吉村、4300万のマクラーレン大公開と題した動画を更新。ルーヴの色を好きな色に変えられる仕様を見て、みちょぱが、いる。それ、と聞くと吉村は、70万くらいするオプションです、と説明。まさかの高額オプションと知りみちょぱは、絶対いらない。なんで付けたの、とツッコミを入れる一幕も。その後、全自動で天井部分が後部に収納され、オープンカーになる様子を見たみちょぱは、すげーと感動。吉村は、後ろが全部エンジンですから荷物はここよ、とフロント部分を開き、収納部分を紹介。ラストにはみちょぱを助手席に乗せ、二人でドライブに出かけていった。この投稿に、幕かける吉村さん、かっこよすぎます。マクラーレンも似合う男になったなぁ。感慨深い、みちょぱがさりげに必ず車に触るとき、指輪やアクセが絶対当たらないように気を使ってるのがマジでいい女、何がすごいって、新車のマクラーレンで砂利道走るとか億万長者かよ、などの声が寄せられている。